ペンティアム M は、インテルが2003年3月に発売した、主に、ノートパソコン向けの X86 アーキテクチャの、マイクロプロセッサ p ペンティアム M ノート PC に搭載することを前提とし、バッテリー持続時間と高速性能の両立を、目的として設計された。今までのモバイル向け CPU とは異なり、デスクトップパソコン向けの設計を流用するのではなく、 モバイル専用に設計されたものであり、これはインテルにとって初の試みである。また Pentium M、対応チップセットの i855、i915 シリーズ、IEEE802.11A、B、ジームセンランチップのインテルプロ、ワイヤレス、およびマイクロソフト Windows XP、または、 リナックスカーネル 2.4X 以降のソフトウェアとの組み合わせで、インテルセントリーのモバイルテクノロジーと称する。ただし、3種ともに蒸気など、インテル製品での組み合わせでなければ、セントリーノの故障を名乗ることができない。一部のデスクトップパソコンにも搭載され、ペンティアム M 対応のマザーボードも売り出されていた。小型で静粛性の高いデスクトップパソコンを組み立てる。 ことができた。Pentium-M は IA-32 の64ビット拡張命令である Intel 64には対応していない。Intel により公開されている資料によれば Pentium-M のマイクロアーキテクチャは Pentium 4などに採用されたネットバーストマイクロアーキテクチャより一つ前の P6 マイクロアーキテクチャをベースに抜本的な改良を加えたものである。 コンプレックスデコーダ1一つ、シンプルデコーダ2二つというデコーダの構成や、5つの命令発行ポートを備え3ミューオプス、CLK でリタイア可能というアウトオブ、オーダー実行部の大まかな特徴は、P6 マイクロアーキテクチャと似ているが、主に以下のような改良が加えられている。その他、オーズバッファの増加、L1 命令キャッシュの倍増、L1 データキャッシュの倍増、 L2 キャッシュの倍増、TLB の増量なども行われているが、これら多くの改良により、旧世代の P6 マイクロアーキテクチャと比較して、IPC が向上している。命令セットの面では Pentium4 と共に登場した SSE に命令を新たにサポートしており、当時のデスクトップ向けプロセッサに準じた仕様になっている。モバイルに向かないネットバースとマイクロアーキテクチャの 代替として開発され、絶対的な性能よりもクロックあたりの処理性能を重視している。ネットバースとマイクロアーキテクチャのパイプラインを深くし、高クロック化で性能を稼ぐという方向性は抑えられている。その一方で、CPU バス周りは、ネットバースと K の高速なバスを組み合わせており、バス周りがボトルネックとなることを抑えている。 クロックあたりの性能が高く、約1.5倍のクロックのペンティアム4に匹敵する、性能を発揮し、ペンティアム M の2ヘルツペンティアム4の2 8ヘルツアスロン64-2800がおおよそ同じくらいの、性能だと言われている。また、低消費電力であるため、発熱が減少し、大型化、 高コスト化する一方であった CPU の冷却装置の小型化に貢献した。低消費電力と高いパフォーマンスが評価され、モバイルのみならず、モバイルオンデスクトップとしての用途に注目が集まった。デスクトップで、Pentium M を使うために、Pentium M 用のソケット479を使用した、デスクトップパソコン向けのマザーボードも数社から発売された。さらには、 台湾のマザーボードメーカーのエイスースより、ペンティアム M をペンティアム4などに使用されるデスクトップ用のソケット478を備えるマザーボードで使用できる CPU 変換アダプタも発売された。この製品は正式には動車性の限られたマザーボードのみで使用できるとされる。インテルスピードステップテクノロジは公式には機能しないとされる。動作には マザーボードのバイオスのアップデートが必要。130ナノメートルプロセスで製造された。Pentium 4同様、SSE2 に対応している。途中からプロセッサーナンバーが採用され、700番台が与えられている。省電力技術として拡張版、インテルスピードステップテクノロジーをサポートする。これはかつてモバイル Pentium 3M に搭載されていたものを、 さらに拡張させたもので多段階の動作電圧や周波数で動作することを可能としている。Pentium M730-90 ナノメートルプロセスで製造された。プロセッサーナンバーはボニース同様700番台。改良版が新チップセット Intel 915シリーズとともに2005年1月19日に発表される。 FSB が 400MHz から 533MHz に向上した以外は、ドサンと同一。そのまというコードネームで呼ばれた第2世代セントリーのプラットフォームと共に用いられる。同時発表された、チップセットインテル915シリーズ、正式には、モバイルインテル915エクスプレスチップセットファミリーは、 FSB533-400MHz に対応し、PCI Express が使用可能。DDR2 ストラムも利用可能になり、消費電力を削減できる。グラフィックスメディアアクセラレータ900が統合された 915G チップセットファミリーは、グラフィックス性能を従来製品よりも大幅に向上し、D&L にハードウェアレベルで対応していない。 ことなどを除けば、低価格向けの GPU と、同程度の性能を有する。なお、ジェミ9 0 0では、Windows Vista の Windows Air は使用できない。ジェミ9 0 0の、後継グラフィックであるジェミ9 5 0では、Windows Air に対応している。組み合わされる一比は、一比 6M で、最大3 2ビット 192kHz 対応の HD オーディオや、 シリアル ATA が使用できる。一連のシリーズで、機能的な総移動は、ボニース、ドサン、ような、ミルムとなるが、公表されている機能分を差し引いたトランジスタ数の差としては、ボニース、ドサン、ような、ミルムとなる。このことからドサンは、未公開の実験的要素が多数組み込まれている、可能性がある。ただし、トランジスタ数の考察に関しては、 プロセスごとにキャッシュのセルを構成するトランジスタ個数が変わるためトランジスタ数の増加は必ずしも新たなロジック回路の追加とは言えない可能性もある2006年1月5日に発表された65ナノメートルプロセスの CPU でモバイル向けとして初めてデュアルコアが採用されたブランド名がこの製品からインテルコアに変更された 詳細は、インテルコアを参照のこと。ありがとうございます。